レジーナ・エレーナ級戦艦は、イタリア海軍が建造した最後の、純度級戦艦である。本級は、ビットリオ・クニベルティ造船士艦の設計により、コ・ベネデット・ブリンがデザインした 30.5cm 砲2門 20.3cm 砲12門の、コンセプトを実現した艦である。新型機関を採用して23ノットの速力を、発揮した、第一次世界大戦時に、 本級は、ベンガジ砲撃、ダーダネルス砲撃、ロードストー攻略作戦などに参加した。収益時の本級の武装、装甲配置を示した図。本級は全級までの平ら板型と異なり、本級は還元の高い朝鮮首労型戦隊を採用している。艦首水面下に昇格を持ち、艦衆甲板は左右の複方の社会を得るために、 左右の幅が狭く取られている。その全部甲板上に前向きに30.5センチメートル方を単層式砲塔に収めて一機を配置。その背後に司令塔が立ち、その上部に両側に船橋を持つ環境を基部として簡素な単脚式の全部マストが立つ。船体中央部には等間隔に並んだ三本に煙突が立つ。 煙突の周囲には館内への吸気用として筒状の通風塔が立ち並ぶ。煙突の周囲は関西低置き場となっており、前後のマストの基部に1基ずつついたジブクレーンにより運用された。関西低置き場の後方に後部マストと後部環境が配置されたところで選手楼は終了し、後部甲板上に2番30.5センチメートル四方塔が 後ろ向きに一機が配置された。左右の原則甲板は、選手郎甲板から一段分下がって、全部短脚章の左右に 20.3cm 連装砲が、左右一機その背後から甲板が一段分上がって中央部に 20.3cm 連装砲が、左右一機そして後部短脚章の側面から甲板一段分、下がって、 後部甲板状に 20.3cm 連装砲が左右一機ずつ後ろ向きに配置された。この部装配置により前後方向に最大 30.5cm 砲1門、20.3cm 砲8門が試行でき、左右方向に最大 30.5cm 砲2門、20.3cm 砲6門を試行できた。完備の楕円形の主だとは別に、 艦首から約30メートル後方の水戦下に引き込み式の副舵を設置して操打性を上げていた。写真はビットリオエマヌエーレ単装式の主砲塔の天外上にあるのは7.6センチメートル単装速射砲。主砲は全球に引き続きイギリスのアームストロング社の開発の1908年型30.5センチメートルライフル砲を採用した。 その性能は、重量4 1 7ラムの砲弾を、最大行角20度で2万メートルまで届かせられる、性能であった。この砲、くさび型の単装砲塔に2機が配置された。砲がの不行能力は、行角20度、深く5度である。旋回角度は、左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は、 補助に人力を必要とした。発射速度は毎分一発であった。写真はローマ。本級は原則に2 0 3トル連装砲等3基を配置していた。副砲はイギリスのアームストロング社の開発の1900年型2 0 3トル速射砲を採用した。その性能は1 1 6ラムの砲弾を。 最大行角30度で18000メートルまで届かせられた。この砲を連装砲塔に収めて原則配置で片弦3機ずつ計6機をした。不行能力は行角30度、深く5度である。旋回角度は150度の旋回角度を持つ。砲側の不行、旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。 発射速度は1分間に2発であった。他に、対駆逐艦迎撃用に、アームストロング 7.6cm 速射砲を、単装砲がで16機、オチキス 4.7cm 単装機砲を2機と、オチキス 3.7cm5 連装ガトリング砲2機を、搭載した。近接火器として、ハイラームマーキシム 10mm 機銃2丁を搭載した。他に、 対艦攻撃用に 45.7cm 魚雷発射管を単装で計4問搭載した。配置は一番複方の水線上に水上魚雷発射管を片源1問ずつと水線下に水中魚雷発射管を片源1問ずつを配置した。1912年の本級の武装、装甲配置を示した図。 全球で防御力に欠けていた反省から、本級は他国戦艦に引けを取らない標準的な防御力とされた。防御装甲は、国産のテルニシャのハーベーニッケル港を採用した。原則装甲は、艦首と艦尾部は1 0 0、mm、トル中央水線部に2 5 0ト、mm、ルの装甲が貼られ、主艦パンは1 0 0、mm、トルであった。 砲塔の前立ても2 5 0ト、mm、ルで副砲塔は1 5 0ト、mm、ルであった。写真はナポリボン級のボイラーは機関室の全部に28機が集中して搭載され、ボイラー室は2枚の横隔壁で3室に分かれていた。推進機関は直立型三段膨張式レシプロ機関2機二軸、推進であった。ボイラーの形式は、 性能比較のために各艦とで異なった種類の機関を搭載した。レジナ・エレナとビットリオ・エマニュエレはベルビール式石炭戦勝水艦艦28機。ローマとナポリはバブコックウィルコックス式石炭戦勝水艦艦であるがボイラー数が異なりナポリは22機でローマは18機であった。各艦の機関の際は以下の通りありがとうございます。